ればそこに出ていく、点を取るというね、そういうボランチ像を今持っていると思いますから、切り返して関根、クロス、大外、先制レッツ、綺麗なボールから最後は興梠、一番いいところに入ってきますね、ボールもいい。ラインが、ね、深いとやっぱり、まあ今のはセットプレーじゃありませんけれども、少しラインが深くなりますから、あそこに速いボール入ってきちゃうと、戻して森脇、左足でラストバザーンと抜ける、チャンス、追加点です。止まった状況から一気にスピードアップ、まあ素晴らしいですよね。取り返します武藤、スライディングタックル PK、 完全に後ろから行きました。宇賀神が倒されました。完全に逆、興梠慎三ハットトリック、レッツ4対0とリードを広げます。